ビオレータ・チャモロは、ニカラグアの政治家。反対制派新聞、ラプレンサの社主だった夫、ペドロ・チャモロを、1978年に、ソモサ政権に暗殺された後、政治家となった。1990年から1997年まで、ニカラグアの大統領を務めた。1990年の総選挙で、サンディニスタ民族解放戦線のダニエル・オルテガに0ポイントの、 差で圧勝し、同国初の女性大統領となった。政権に就いた後、FSLN 政権からの転換をアピールするために、新米政策をとった。当時のニカラグア経済は、内戦とアメリカ合衆国による経済制裁によって疲弊し、対外債務が100億ドルを超えていたが、娘婿のアントニオ・ラカイオ・オヤングレンを投用して、チャモロ計画と呼ばれる。 ニカラグア経済の再建を進め、アメリカ合衆国や日本からの経済援助によって、ハイパーインフレーションの沈静化を図った。オルテガ政権時代に断交した中華民国と国交回復し、中華人民共和国と断交した。チャモロは国防大臣も兼務し、FSLN との妥協も進め、ダニエル・オルテガの弟のウンベルト・オルテガを、 軍のトップに据え、第二次ニカラグア内戦の最中に9万人以上にまで、肥大化したサンディニスタ人民軍の軍縮と、軍と警察の分離などを実現した。しかし、政権基盤となった野党連合は反 FSLN 政党の寄り合い除態であり、当初から副大統領のビル・ヒデオ・ゴドイとの圧力が耐えなかった。任期は満了したものの、憲法改正によって、 再出馬が認められなかったため、1996年10月の大統領選挙には出馬せず、同選挙により自由同盟のアルノルド・アレマン前、マナグア市長が当選した。ありがとうございます。